そう、朝早かった、昨日と今日。こんばんは。うどむさん、マイクありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。やするぱんさん、たまごサンドさん、みきやくん、はっとりさん、ありがとうございます。やっほー、めっちゃお腹鳴る。お腹で、お腹が鳴ってます。ふくらごはんさん、お花ありがとうございます。グーグーです。なんでだろ う、お腹いっぱいすぎて、そう、家でもあんまり食べてない。消化中かな。胃が大きくなった。そういうこと。いや、眠いですよ、もう。けんさん、お疲れ、ありがとうございます。むねひろさん、ありがとうございます。はっとりさん、くま、ありがとうございます。たいぴーえんさん、くま、ありがとうございます。お、くま、ありがとうございます。なんて読むんだろう、名前。読み方調べてみよう。こんばんは、かすみさん。くま、ありがとうございます。かすみ、あ、お腹の音消えた。お腹の音鳴りまくりだった。こんばんは。カエルの音は、まだいないよ、カエルは。ユンさん、マイクありがとうございます。消化の音かも。夜ご飯もね、夜ご飯もうさっき食べたの9時半とかで、ちょっと横になってて、横になってて起きたからかな。お腹の音祭りしてた、さっき落ち着いた。食べてすぐ横になってた。牛になっちゃう。眠すぎる、本当に。秒で寝れる。こんにちは。寝ましょう。まあ配信終わったから寝ますわ。普通に。ひとしさん、音符ありがとうございます。こんばんは。
とうかさんはいつあるの？金土日。こんばんは。宇田松さんお疲れギフトありがとうございます。金曜日からか。飛行機の中は寝てないんです。なんかついた。1時間ちょいしかない。こんばんは。足大丈夫でした？って飛行機？どういうこと？ああ狭いってこと？確かに狭いよね飛行機。飲み物は出てないです。飛行機はそうね、怖いですよね。なんかいっぱい行きたいけど唯一の引っかかりが飛行機ですから。私は1時間半ですね。慣れました？すごい。こんばんは。寝る前に乗る前に飲んじゃえば大丈夫？なんか不意にさなんか浮遊感出る来るじゃん、強い風かなんかで。安定してるなと思ってたら不意みたいな。だから気抜けないじゃん。文吾さんハートありがとうございます。早急に揺れる計算ね、風吹いたり。コントみたいなやり方の飛行機乗ったことあります？私もあるよ。修学旅行が大雨かなんかでめっちゃ揺れた。大変。今日タンプレ送ったよって、ありがとうございます。そう、なんか乗った、プライベートで乗った、プライベートじゃないけど過去に乗った2階がめっちゃ揺れたから、飛行機は帰りは今日は揺れなかったけど行きはちょっと揺れたし、なんか今危険な場所を通ってますみたいな。こんばんは。私は言わないですよ、何乗っても船乗っても。こんばんは。
に眠そうな顔を初めて見ました。そう、昨日も今日もほぼ寝れてないので、あと4日前ぐらいも、あ違う3日前もだ。そうだ、まだツアー終わってから休みなかったんだ。ツアーの日から5時起きが4回あったんですよ。2時寝の5時起きとか3時寝の5時起き。そう、1日2時間睡眠とかゼロとかが4日5日続いたんですよ。眠いです。そう、ツアー終わった次の日から5時起きだったから、やばい。やあやあ。まああと体力持つ。そう、あと2日ぐらいなら耐えれる。あと3日とか。あと3日5時に起きろって言われても、まあ起きれるけど。逆になれるかもしれないね、2時間睡眠とか1時間睡眠に。ショートスリーパーになるかも。平均睡眠時間、ここの4日の平均睡眠時間はマジで3とかかな。ゼロの日が1回あるから、そこで結構マイナスになる。でも一昨日3日前は寝れたの、友達に撮影の日さんとか。タイピーエンさん、タワーありがとうございます。ありがとう、タワー。芸能人みたいね、珍しいですよ。まあ人生でもこんなことは多分ないだろうし。何タワー、お疲れたわ。何タワーだろう。お話しかやかさ優先。それ今日言おうと思ったんだよね。タワー投げたらさ、そうやってコメントするじゃん。でも確かにお話しかや大事だけどさ、タワー投げた人からしたらそれ言われたらね、良くないからさすがに。ね、タワー投げなくても本からね、投げても投げなくても、だから投げてくれて嬉しい。私は文吾さん、かわいい、ありがとうございます。けんです、こんばんは。そう、来ない人の応援の仕方とか、そう、まあ来るし、くれるしとか、そう投げてくれたらもうそれは嬉しいので、たわ私はそれはそれで嬉しい。投げても来る人は来るし、投げなくても来ない人は来ない。ん？投げても投げなくても来ない人は来ないし。こんばんは。なのでタワーはありがたく回収します。頭回収させてもらってます。そう、あと82で1700、長
パワーどんどん回収してくださいって、ね、まあ、お話し会もね来てほしいけどね。全然パワーもいただきます。そう、回収こんばんは。なんかなる。時差ボケないですかって、時差ないですよ韓国。こんばんは。でも一日めっちゃ長い。だって今日韓国で起きて朝ごはん食べたのにめっちゃ長いです。早起きしたから6時半集合とかで、まあ5時に起きてジメイク、自分でメイク、韓国で朝ごはん食べて、昼ない時差でボケるという時差ボケです。なるほど、ボケました。時差ボケしてますっていうボケ。6時半で5時起きなのは偉いって、違うんですよ。髪の毛とメイクを完成してからの集合なんですよ。だからさすがに10分前に起きれないじゃん、レッスンみたいに。だからでも5時、まあ5時半起きですね。1時間前ぐらいには、しかもカメラ入るからさ、ちゃんとお仕事だから髪の毛適当に出れないじゃん。だからまあ1時間前に起きるかみたいな。10分じゃできない。髪の毛とメイク。韓国語は全然話してないんですよ。日本語でいけるっていうやつ。編み込み8本作るのに1時間かからんよ、急いだら。もう1本作ろうかなとか曖昧に話した時に40分ぐらいかかったけど、普通にもうやるってなったら多分10分とかでできる、15分とか。ガイドさんいたんですかって、まああんまり詳しくは言えないけどね、韓国に行きましたぐらいしか言えないけど、何のお仕事かは言えないし、まあいつか。公開されないお仕事ですかって、なんだそりゃ。そうかもね。勧誘。今実家あって旅館です。こんばんは。やばいやばい、下から下からアングル、人間のブサイクなアングルを。音声は入ってないんです。だからなんかツイッターでマイキューさんがなんか後輩に裸を見られるのは嫌みたいな、嫌みたいな
ツイートが流れてきて、もしかして入ってないのかと思って、さあ入ったんかな、どうなんだろう。私もさ、マネージャーさんと会ったらあれだからと思って我慢したのに、みんながもしかしたら我慢してるのかもと思って、あの日旅館に泊まった日。もしかしたら誰も入ってないかもしれないっていう、あったら気まずいかなって。私も行かなかったんですけど、そう、あ入った、夜中一人危な、私も夜中に行くなら夜中だったから1時までだったんですよ。だから配信が0時までして、行くなら0時からじゃん、かぶるところだった。深夜、あでも入ってるならよかった、気使って入ってないかと思ったから、ちゃんと入ってるならよかったです。みんなで入ればよかったね。マイキューさんも24時までやってたから絶対かぶるじゃん。で1時までしかお風呂空いてないということはかぶるくない？1時間しかないから。入ってたらよかったです。お腹鳴った。でも四国の先輩は後輩に裸 NG の先輩が何人かいらっしゃるから、そう、まあ温泉いつでも入れるしいいや。お腹鳴ってます。お腹という BGM 付き、ぐる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 。タイピーエンさん、マイクありがとうございます。お腹の音にマイク向けられた気分。愉快なお腹、もういろんなもん溜まってますからね。今日もたくさん食べたんですよ。朝ごはんで3種類ぐらい食べて、そんでパン、あよめっちゃ食べたんですよ。みきやくんもっと聞きたいじゃないよ、もっと聞きたいじゃないよ。なんか雑音オフみたいな機能ないんかな、ショールーム。通話はあるじゃん、なんか日本に帰ったら食べたくなるものありますかって。いやそんなに長く行ってないけんな。うん、何でもあったけんね、あっちに。しかもコーヒーあるしない。まあ1ヶ月2ヶ月滞在したなら寿司食べたいとかなるかもしれんけど、たったね、まあそう、全然恋しくない。お茶も普通に、だからお茶持ってってた、リボビタンDも持参した。朝ごはんは違う、ちゃんと食べに行った。めっちゃ食べたよ本当に。そう、家に帰ってきて一言目、お前太ったんじゃない、だからお父さんお母さんにも言われたし、分かってんだよこっちは。でも行く前よりめっちゃ太った気する。行く前より3キロぐらい太って帰ったかもしれん、本当に。だ
ってスタバも飲んだし、カフェラテも飲んだし、いちごミルクも飲んだし、コーン茶も飲んだし、一日で今日もカフェラテ飲んだし、2日の食べる量じゃない量食べたんです。昨日は5食6食ぐらいに完食、おやつとか。今日も朝ごはんだけで、多分この2日で 2,3 キロ増えてる。そう、でもだから母にあんたあと 3,4 キロ痩せなきゃって言われて、そう痩せよって言われた後に、あんたあと4キロぐらい痩せねって言われた後に、さあ焼き豚卵飯行くって言われて、マジでうどむさん、お腹じゃないマイクありがとうございます。お腹の音じゃないわそれ。私の母は痩せさせたいのか太らせたいのか分かんないんですよね。あんたあと4キロぐらい痩せって言われた後に、もう3秒後ぐらいに、夜ご飯焼き豚卵飯行くってだから食べ過ぎて苦しいって言ってるじゃんって、行かなかったんですけど、あの焼き豚卵飯結構多いんですよ、ドーンって。なのにで配信前に、じゃあ配信するって言ったら、アイス持ってくって言われてマジでやめてくれって。STU で私が一番高いです、身長は。そう、もう太るから、しばらくもう食べ物いらないのに、めっちゃ勧められる。今日はアイス断った。何アイスがあるんだろうね。面白い女投げようとしたけど22ギガしかなかった。まあ面白い女はこの場合母だからね。やばい、お腹鳴ってる、覚醒。うわー、こんばんは。でも多分お腹が悲鳴上げてるんだよ。お腹痛いとかじゃないですよ、もうキャパキャパ。マイクも剣じゃねーやめてくれ。まあ鳴ってないけど、あ、通知来た。これお腹じゃないですからね、なっちゃんの配信通知。こんな大きい音は鳴らないからね。タイピーエンさん、音符ありがとうございます。え、お腹は空いてないと思うんですよ、もう分かんない。食べ過ぎて私がお腹空いてるのか空いてないのかすら分かんない、分かんないですわ。こんばんは。一度も聞こえてない？それはよかった。ミラーボールありがとうございます。何のミラーボール？お腹の音でパーティー、パーティータイム。食べてだいぶ経たない。あの夜ご飯は結局9時ぐらいに食べました。お好み焼きと、あ、もうお好み焼き、お好み焼きだけです。キチネさん、マイクありがとうございます。韓国のテレビは見てない。つけ方か、リモコンわからんかったと思って危ないもう意識に通って言ってたわ。そう
言わなくても食べた実績は変わりませんよって。でもなんか母にあと食べ過ぎやけん晩ご飯何食べたって聞かれたらお好み焼きしか言ったらダメよって言われたんですよ。だから止めときますわ。いやお母さんが見てるからもう言えない秘密。お好み焼きだけです。危ない。普通にお好み焼きととか言ってたわ。普通にお好み焼きです。はい、何もないです。あ、うどん入れない派なんですよ私の家は。まあ、関西風ですね。たけるくんもっと聞きたいわ。ダメです、これ以上先は聞けません。大丈夫なお茶だよ。エスルーパーさん面白い女ありがとうございます。そう、私の家は昔から麺入れない。私もそれで育ってきたから麺は入れない派。たまに入ってるな。今日は入ってないと思う。入ってる時もあったな多分。でも今日はなし。ちょっとね、韓国が寒すぎて鼻やられた。夜長袖いるね。夜は注意です皆さん。韓国の夜は寒い。参考にさせていただきます。はい、本当に昼間はめっちゃ暑いんですけど夜はめっちゃ寒いから、私なんかノースリーブとか歩いた。ノースリーブっていうかこんなやつ。韓国楽しいよ行ったらマジで。まあいつか機会があれば。アレルギーかな多分。寒かったけんやと思う。昼間はマジで暑いです。もう日傘とかもいるレベル。びっくりした。日焼け止め持ってってなくて、ああ終わったって思いました。マネージャー参加してくれたけど。でも韓国の方はめっちゃ肌白いんだよね。なんでなんだろう、あんなに暑いのに。夏そうめっちゃ肌白いんです韓国の方。こんなんです。今こう白飛びしとるけん超白いじゃん。黒着てこれ私ほんこんなに白くないんですけど、本当は今黒着てるからすごい白いじゃん。わかる。普段はこんな白くないけど黒い服を着ることによってカメラでめっちゃ白く見えるじゃん。でも韓国の方はこれなんですよ、ノーマルで。すごい。日焼け対策どうやってしてるんだろうね。日焼け止めがすごいんかな韓国の。で通訳さんになんでそんなに肌が白くて綺麗なんですかって聞いたら、もうめっちゃもう本当に真っ白で超綺麗なんです、雪見大福みたいな。そうだから聞いたんですよ、日焼け止めとかがすごいんかなと思って。そしたら引きこもってますって言われました。通訳さん女性の方で、そう そうなんです。まさかの回答で
じゃあ私も引きこもろうかな。そう、やっぱ引きこもりだよね。いくら日焼け止めでもさ、キムチって白くなるの？いくら日焼け止めでも限度があるじゃん。だから真っ白になるにはすごい引きこもらないといけないのかな。もうマジで今年の夏はプライベートは外に出ない。昼間は夜行性になればいいよね。マジで白いの羨ましい。めっちゃ雪見大福みたいだった本当に。あれぐらい死ぬ子になりたいですね。暗くなってからにしよう。なんか買うとしても6時7時くらいかな。配信前にめっちゃ白い本当に。いや化粧とかじゃなくて手とかも白いからもう地肌。韓国の日焼け止め買おうかな。本当で遺伝子レベル7時でも明るい。マジ確かに昨日は明るかった。でもそれはなんか日本より日が暮れるのが30分ぐらい遅いって言ってたから時差はないけど、日が暮れるのはちょっと遅いらしい。7時でも明るいんかな。パッチテスト私大丈夫。肌荒れたことないのでそういう適当な変なもんだっても。たくさん外で遊べる。私はでも冬が好き。すぐ暗くなる方が。冬が好きです。変なもん塗っても肌荒れない。ね。しかも韓国の日焼け止めだから多分大丈夫だよ。日焼け止め。冬生まれ？冬生まれじゃないです。6月生まれ。6月生まれです。6月生まれ。6月生まれです。夏ではないけどね。なんか夏生まれとは言いづらいな。6月梅雨かな。やばい、誕生日が迫ってきている。いや迫ってってるのか私が。やばし。自分へのタンプレ何買おうかな。そう、誕生日が近づいてきてるじゃなくて私が進んでってるんですよ。私から近づいてってる。いいもの食べよう。誕生日何食べたらいいんだろう。スイーツロール、スタバ、それは最高ですね。え、ひまたぎするよ、もちろん。ひ
またぎするよ。ケーキ買わなきゃ。そうだそうだ、そう、14の23時から、23時からか分からんけど、まあ日はまたぐ。何時からしようかな。24、10時ぐらいからしようかな。1時とかまで。まだちょっとでも先だから、あの言うて1週間か。やばーいやばーいやばーい、心の準備が。何も変わんないんだけどね。可愛いケーキ買わなきゃ。まあ誕生日は別に何も変わんないか。食べたいケーキ何も決めてない。でもバルーンは頼みました。部屋の飾り付け、自分で自分にハッピーバースデーの飾り付けをします。ハッピーバースデーって、普通サプライズ用の風船ですけど、自分で自分に飾り付けをします。551じゃない、あれも使うよ。でもでかいかな、どうだろう。バルーン送ってる、マジ。一応私も買った、自分で買ったのはあのジャラジャラのやつ、のれんみたいなさ、映えるよっていうのれん、キラキラののれんみたいな買った。青いね、取りに行かないと。急に取りに行けれるわ、鼻垂れがある。部屋に嫁ってくるかな。部屋の掃除しとこう。誰も来ん可能性あるじゃんこれ。来ます、悲しい。もしかしたら誰か来るかもしれないから、掃除してケーキ食べるお皿を用意してって、で 2時ぐらいまで待ってこないっていう。こんばんは。決済今日まで、あともう、あともう45。とっちゃん花ありがとうございます。あの二人は来る、どうだろうね。広島にいるかどうか分かんないし、45あれば決済余裕だよ。余裕。でも風船膨らますの大変やな。ハッピーバースデーの風船買ったということは何文字あるんかいね。やばい、考えるだけでやる気が起きない。トリケラトプス出るかな。私は全然行くんですけどね、逆に二人の時に自分は行くけどさ、呼ぶのは呼びづらいっていうね。私は全然行くけど呼びづらいっていう。伸びた、話せる？使ったことあるよ。大体あるでしょ、人生で話せれば使ったこと。いや、もう送っても間に合わない。ポンプ大丈夫です。
頑張って膨らませる。リコちゃんは気分よだし、アイコじゃ言うだけだし、そうなんよね。だから来ないよ絶対。分かりきってることだ。そういう人が多いんですよね。私は絶対行くんだけどね。口だけ約束めっちゃ多い。じゃけんもういかんもんやと思って、ああ行こうねって言ってる誘われたら。ゆきさんなんとか行こうよ今度。ああ全然行くよって。行かないだろうなと思って明るい返事してる。全然行くんだったら行くけど本気で、まあどうせ行かないけんと思って期待せずに、ああ行こうってそう言ってる。行かない結局。いつでもいいよって言って行かんのんですよ。そうだから私はもう一人で行きます。いつ行くって言っても全然ダメ。たまになんかレッスン帰りとかに、今日レッスン終わったら行こうねって言われてて、ああいいよって言ったら、やっぱレッスンで終わった後にレッスンが、やっぱレッスン疲れたから行かないって言ってくるから、もう本当に行けたら奇跡レベル、本当に行ったら奇跡レベルです。だからそう、だからこの前お好み焼き行ったじゃん、リコチにとサラピと。そうあれもリコチが誘ってきて、でも絶対行かんじゃん、だからサラピと、もう行かない約束はしないで。怒って、そしたら行かなかったらアイスおごるからみたいな賭けを作ってやっと行きました。お好み焼きは行かなかったらサーティワンおごるっていう、だからもし断ったらサーティワンおごる羽目になるからそうっていう賭けを作ったら行きましたけど、でも自分から誘っといたんですから、そう賭けあっても誘っといて直前で断るっていうのを繰り返しすぎてるから、じゃあそう駆けつけて、そうおごれば行かなくても大丈夫でももったいないじゃんその出費、だから誘わなければいいんですよ。おごらなければもう行かなくていいじゃなくて、自分から言ってるから、こっちから誘ってないから、こっちから誘って行かなかったらアイスはひどいじゃん。でもあっちから誘ってるから、そうこっちから誘ってる断ったらでアイスって言ったらめっちゃ失礼だけど、あっちから誘ってきて直前で断るっていう、そうでも賭けがあったらこの前は叶いましたね。もうめんどくさいから私は一人で食べに行きます。誘わない。まあサラピはね結構行きますね、そう思ったら。そうかけようだ、そうだからもうそうしてる。それ本当に行くのって、多分行かないよねって、行かないんだったら言わないでってもう切ってる最近は。本当に行くやつだけしか。最近もなんかアイスかなんか言われたけど、行かないでしょって言ったら本当に行かん、行かん。
それ行かないよねって。それかもう適当にいいよって流して普通に終わる。っていうね。こんばんは。船長のアイス？船？船アイスって言ったよね。一回食べれた。サラピね、そう。サラピはね、そう。サラピは誘ってきたら絶対行く。なっちゃんは誘ってこないけど、自分が言ったら大体レッスン帰りは行ってくる。誘っては来ないけど、レッスン帰りに食べて帰ろうやっていうのはよくあります。ツアーの宣伝の紙なくなってる。本当だ。なんか左目からだけ涙が出てくる。鼻かんだら左鼻が悪いんかな。鼻かんだら左から涙出てくる。ツアー終わりましたからね、なくなってるわね。左が多分悪いんだ。右目だけ涙目？本当だ、バランス取れてるね。左目と右目で。朝起きたら泣いてることはないね。ない。あ、そう、黒髪なんですよ。イエイ。こんばんは。黒黒ブラックブラック。なんですって。仕事で涙出てくる。辛いんですか。これね、鼻が悪くてね、涙が出てくる。怖い夢見ても私泣かないよ。夢と涙は連動してないかも、さすがに。鼻がひどいな。あともうちょいしたら終わろう、配信1時間ぐらいやってる。半ちょっとぐらいで終わります。左目。怖い夢は毎日見る。愛と涙。愛と涙。いや、ね、眠気はないけど鼻がやばくなってきた。鼻、眠気はもう飛んだわ。そう、怖い夢ばっかですよ。ハッピーな夢というものを見ないです。今からオール？まあなんかしてればできるよ。何かすることがあれば。弟の結婚式では号泣せんかも。嬉しい。あ、嬉しい涙。
自分の結婚式、自分の結婚式じゃなくとかあるかな、あるかな、結婚式行ったことないんですよ。だからでも生誕祭みたいな感じで読むよね。読む系手紙苦手だからな、泣くかもしれんけど。結婚式行ったことないから分かんないけど、えって何、まだ誰も結婚してないよ周り。誰のに呼ばれるだろう、友達。結婚する気配ないな、仲いい子たち。あ、親の手紙読むんだ。でも結婚式は私したくないんですよね。さあ結婚できるかな、する未来が見えなすぎて。ちょっと鼻かみ中です。結婚、来てくれますかって、あ、呼んでください。確かにみんなのに逆に行くってこと、私が知り合いっていうことで。結婚されると思います？本当？そう言われたら安心する。結婚してギフトまだあるのか、ずっとあるのか。ね、結婚式確かに私がもうアイドルじゃなかったらいけるんかな、どうなんだ。だって私結婚式しても呼ぶ人いないですもん。ニキセイラと誰が最初に結婚しそうって、アイコ。こんばんは。メンバー呼べばいいのか。行きます？じゃあ長生きしてくださいね。あ、結婚しね、結婚しないか。そう、年功序列。なかなか限界ですわとか言わないでよ。生きてくださいよ。それぐらいは生きていそう。よかった、それぐらいポジティブで生きてください。素晴らしい。それぐらいは生きていけそう。すごいね。素敵。結婚式あげたい、あげたくないんですけど、できれば。どういうのがあるかも分かんない、行ったことないけんさ。あ、身内だけとかってこと？ウェディングドレス写真は撮りたいけどね、家族写真とか。
結婚花嫁姿見せてあげてて、結婚式身内だけか。2期生の卒業生で結婚しそうな子いないでしょ。だって若くない、みんな学生とかでしょ。最悪2人でやればいい。確かにそれならいいかも。それがいいね、それがいい。せやなって、ウェディングドレス着たことあるんですよ。なんと海外でやる。確かに花嫁姿みんなにも見せたじゃんとか言って。え、ウェディングドレスで結婚式やりたいと思わなかった、思わなかった。逆に満足したかも。もう着れたけいいやって。でウェディングドレスを結婚とかじゃなくてプライベートとかで着てしまったら婚期遅れるみたいな。もういいやってなっちゃうのかな。当時の花嫁あれ自分の好みで選んだよ。いっぱいあって何種類かあって、結婚欲ないってまだ。まあどうだろうね。左鼻の水サプライズとか好きなイメージあるからやるってなったら楽しみそう。え、私サプライズするのは好きだけどされるのはあんまり得意じゃないんですよ。する方ね。そう、眠れ胸焼きなの。え、サプライズする方が好き。でもそういう人いるじゃん。する方が好きだけどみたいな。好きじゃないんだけどされるの。嬉しいけどなんかなんだろう、全力で喜びきれてない気がする。リアクション、私もそうですよね。されるのはするのめっちゃ好きなんですよ。喜んでくれるの嬉しいけど自分がされちゃうと、え、どうしたらいいんだろうってなっちゃう。恥ずかしいとかじゃなくてなんか素で、そう、反応に困るんですよ。そう反応に困るんです。えっ、これあんま喜べてないかなみたいな。さあサプライズされても気使うし、そうってなっちゃう。でもするのは好きですよ。そう、喜び方困る。あれだよ、 MBTI 愛の人は多分喜ぶの苦手、 E の人が喜ぶの得意です。
めっちゃ嬉しいよ。嬉しいけどさ、その嬉しさを全面的に出してない気がするんですよ。なんかね、めっちゃ嬉しいんですよ本当に。でもなんかオーバーにしたら嘘っぽくなるしね、難しいです。自分も愛なのでって、なんか大人の方が MBTI 把握してるの面白いな。じわじわ来る。お母さんにもやらそうかな MBTI。 絶対いいだわ、マジうるさいから。絶対いいだわあれは。そう、リネちゃんとか羨ましいもんね。でも私があれやったらさ、嘘っぽいじゃんさすがに。だからまあ、そこに愛があるんか。そうなんですよ、難しいところです。でもサプライズするのとかめっちゃ好き。する人いないけど、一旦同じテンションで MC、 リネちゃんがおるときにリネちゃんと同じテンションでしてみようかな。どんなサプライズ？私はだから誕生日のサプライズとかしてみたい。ハッピーバースデーってめっちゃ誕生日の日に、ね、綺麗なホテルを借りてハッピーバースデーみたいな風船飾ってプレゼントを用意してたくさんで、当日に普通に何もないように呼んで部屋入ってうわーみたいな。でも逆にそれ私がされたらちょっと反応に困る。やる側はいいんですけど、それやられたらでもどうしようってなっちゃう。やる人にもよるよな。喜んでくれる人にやってあげないと、私みたいな人にやってもダメだなとかやりたいです。だから彼女とか欲しいですね。一番困りそうなサプライズ、それ結構されたら困るよね。私が男だったら彼女にめっちゃサプライズしたいです。メンバーで一番喜びそうなのはリネちゃんかな。やっぱをたくさん喜ばせたい。かわいい彼女。タワーキストが洋服の柄かと思いました。確かにぽいぽい。言ってることが男子高校生だってさ、それができたらさ素敵な彼氏って思われるじゃん絶対。だからそれができる自信があるんですよ。だからそう、サプライズしすぎてね。なんかだから彼女がちょっと欲しいってポソって言ったものとかを急に買ってきて、そう急に渡してみたり、やってみたい。だから喜んでくれる彼女じゃないとダメだね。パフェ屋買ってきますわ。でっかい買い物が。急に犬来たら困るような。褒めるんや。そういうお仕事始めたらって。確かに男性の彼女のサプライズのアドバイザーみたいな。
ね、犬本気、本気やったらいいけどさ、本気でまあちょっと犬欲しいなぐらいやったらさ、それでポメラニアン来たらちょっとびっくりする。生き物ダメだよ、ポメラニアンもダメだよ。サプライズ考えるの苦手ね。いいよ、一緒に考えよう。彼女いますか？いなかったらまずそこから用意してください。いや、いるよ意外と、若いから。かゆいる、いるんですよ普通に。なんかあの若い方もいたもん、よくタワーくれる。わ、ほらいる、本当に。いや、いるんですよ意外とね。いるじゃん。なんだって。いや、まあいそうだったけどさ、いるって聞いたらね。 いそうだったけどさまあいそうだったけどさ、いるんだ。なんでショック受けてるの。いや、ショック受けてないけどさ、いそうでいないですね、本当に。めっちゃいそうなのに。失礼したですね。いや、別にいたと思ったよ、いたと思ってたけどさね。いそうではないですって。そうね、あなたはでもなんか結構引っ張ってくれる感じの人が似合いそう、ちょっと年上の。いりません。でも何もサプライズしてあげれてないですって。え、記念日とかにしたらいいじゃん、1年とか。ハッピーバースデーのしたらいいんですよ、風船。寝る前に。やんだ、なんで。私より年上は辛い。でも年下より年上の方が似合いそうだよ、あなたも。あなたもそうだよね、一定を超えたら小さい子じゃない、年下を好きになるっていうもんね。なんか若い男の子、大学生とかは年上のお姉さんが好きだけど、ある程度おじになってきたら若い子が好きになるらしい。喜んでくれなかったらどうしよう。え、嬉しいよ、なんでも。マジでおにぎりとかでも嬉しいもん、サプライズでおにぎり来ても。なんでも嬉しいよ。あ、もう0時までやるか、もうそんな時間か。中途半端。え、普通に不意におにぎりサプライズ来てもめっちゃ嬉しい、なんでも嬉しいよ。だからおにぎりで喜べるよ。そう、サプライズで、ちょっとサプライズあるんやけどって、おにぎり渡された時、そう、え、おにぎり、おにぎりって、そう、喜べます。
おにぎりくれるの。喜べるよ別に、おにぎり嬉しい、普通に何でも嬉しい。だから何でもいいんですよ。最初おにぎりから、おにぎりはやめた方がいい。最初おにぎりからじゃないわ、おにぎりはやめといた方がいいけど、まあ何でもいいと思いますよ。最悪おにぎりでも嬉しいっていうだけで。オムライス、え、どういう日のサプライズかによるな。日常のオムライスは嬉しいよ、でもなんかの特別な日のオムライスは弱い。ちょっときつめのアドバイス。いや、おにぎり嬉しいけど、まあ普通に現実的だったな。オムライスにハッピーバースデー、それはでもあんま嬉しくないかもな。それやったらちょっといいご飯食べに行く方が嬉しいかも。ビエン。オムライスか。おにぎりの具は何でもいいよ、普通に昆布とかでいいんじゃない。ハンバーグ作る、いやあんまでも手料理どうなんだろう、嬉しいのかな手料理出てきたら。まあそのね、どんぐらいの信頼関係かによるかも。そんなに深くなかったらハンバーグ出てきたら怖いな。どうだろう、手作りハンバーグ食べる勇気って結構いるくない？友達の手作りハンバーグ、店ならわかるよ、店はね、なんかそんなに長くないのに手作りハンバーグ出てきたらちょっと一口目勇気いる。食べたい？え、ハンバーグはちょっと勇気いるなね。急に手作りハンバーグ出てきたらちょっと勇気いるなね。レゴネハンバーグ全然気にしない、よかったです。なんか何か入ってるっていうか、美味しいか美味しくないか、なんか怖い、怖くない一口目ね。そうメンバー手作りなら嬉しい、何でも食べる。唇が乾燥してきた。美味しくなかったらもう美味しいって言わなきゃいけないね。生焼けのハンバーグ、え、素でペチャペチャはまあ許せるけどさ、洗ってくれたら。ハンバーグは結構美味しいか美味しくないか分かれるから、不安だよね。雪ひかで料理なら生焼けでもいい、痩せれるかもしれんね。ダイエット食
かちゃんのハンバーグはうまいかめっちゃうまいか。おむすびも普通に美味しいよ。好き、おむすび。人が握ったおむすび。ハンバーグはね、まだ作ったことないんだよね。花束をプレゼント？まあ、花束か。でも花束は枯れるし、短いから花はね、嬉しくない人もいるよ。どうだろう。まあ、夢壊すな。花さ、枯れちゃうからな。残んないじゃん。私は残るやつがいいな。そう。し、花瓶もないかもしれないから、もう花瓶もあげなきゃ。花瓶。大体花瓶ないよね。まあ普段から花を買う人ならいいけど。指輪？急に重いな。お腹鳴った。指輪嬉しいけどね。母の日にお花渡したら次はいらん。え、それよく聞くよね。だから花はまあ困るっちゃ困るんですよね。いや、花嬉しいけど、普通にもらう機会ないから。生誕祭のやつとかめっちゃ嬉しいけど、普通のプライベートやったら、プライベートでは別にいらん、いらん。最初のプレゼントの正解は、まあ、軽めのネックレスとか、高すぎないネックレス。高すぎないネックレスとか、なんか実用性あるもの。高すぎないキーケースとか。高すぎない財布はいらんな。あと靴とか、ちょっといいスニーカーとか、ちょっといいスニーカーか、まあ仕事で使える。枯れない花を送りますって。いや、生誕祭の花は別に、あの本物の花嬉しい。あれ、フラワースタンド持って帰りたいんだけど、どうやったら持って帰れるんだろう。あれ、トラック。ちょっといい靴下、あ、でも嬉しいかも。自分で買わないものとか、それ嬉しい。ブレスレット嬉しい、嬉しい。指輪ちょっと重い。ブレスレットいいじゃん。え、マジでいいと思う。ブレスレット、お揃いにしちゃったり。まあお揃いは嫌いな人もいるから、私は好きだけど。ブレスレット高すぎない。なんかブレスレットT シャツとかにも使えるやつとか。時計か。社会人だったら嬉しいのかな。私は時計使わないからさ。ポケモンはダメ。値段はそうだな、まあ、高くても3万とか。ブレスレットでしょ。めっちゃ高くて3万ぐらい。あ、でもあなたお金持ちだからな。そう、妥当ですよ。 1.5 ぐらい。1万5千円ぐらい。まあ2万ぐらいじゃない、最初の軽いブレスレットプレゼントだったら。寝起きじゃない、寝る前、寝前です。あと2分。そう、高すぎてもよくない。え、どうなんだろうね。
だ高すぎたらお返しに困るわ。ダメダメ。尊敬で済み。じゃあ読みます。13位宗弘さん、12位キツネさん、11位ロボリンさん、10位大橋さん、9位文吾さん、8位ふくらごはんさん、7位たけるくん、6位服部さん、5位かすみさん、4位みきやくん、3位やするぱんさん、2位うどむさん、1位たいぴーえんさん、ありがとうございます。ね、いい勉強になりました。まあ私がもらって嬉しいものを普通にあげたから、ね、年齢変わんないし、同年代だったら多分その辺なんじゃないかなって。今の私だったら欲しいもの、軽めのもらって嬉しいもの、まあもうちょい大人ならね高いものでいいと思うけど、ブランドもうちょい大人ならね。ゆっくり寝てください。めっちゃ寝ます。もうめちゃくちゃに寝ます。あでも私はそう一番いいからので、難しい難しいよね多分。そうそう全然2万ぐらいでいいです、最初のプレゼントは。はい、はい、私は1万円以下です。はい、おやすみ。おやすみなさーい。